はね、ちょっと寒いんですよ。いきなりなんですけど。そんでなんか、今日ちょっと可愛い格好しようと思って、なんかちょっと薄手のワンピースとか着て、なんかよっしゃーと思ったんですけど、やっぱり寒いから結局あったかいやつ着てるっていう感じなんですけど、まあそんな感じでですね、今日はですね、実はソーシャルメディアについてというか、スマートフォン中毒について話をしようかなと思います。なんか後ろでいつも通り洗濯機回ってますけど、ちょっとうるさかったらごめんなさい。気にしないでくださいねって感じなんですけど、ですね、私実は皆さんに告白することがあるんですよ。私ね、ちょっと前まで1日のスマホの使ってる時間っていうのがほら出るじゃないですか。こう上、何やったっけ、なんとかタイム、スクリーンタイムとかいうので、こうスマホを見たらこう見れると思うんですけど、あれがね、すっごい恥ずかしい話なんですけど、1日にね8時間ぐらい使ってたんですよ。で、まあ大体私1日に8時間ぐらいは寝るから、8時間寝とって起きてる時間16時間のうち半分はここに携帯持ってるわけですよっていうのが結構続いてて、で自分でねそんなに使ってると思ってなかったんですけど、なんかその履歴とか見たらめっちゃ使ってんですよ。で、何にこんなに8時間も使ってんのって思って、なんかそれを見てすっごい衝撃を受けたんですよね。でね、まあ具体的に何に使ってたかっていうと、なんかね、こうドラマとかを見るでしょ。でドラマとかってなんかいつもすごい面白いシーンじゃないじゃないですか。なんかちょっと中だるみしてんなみたいな時に、なんかね、もう条件反射的になんか脳がちょっと暇やわってなって、そしたらもうね、自分で考える前に携帯に手が伸びてるんですよ。伸びて、今ドラマ見てんのにインスタグラムとか全然関係ないプログラムを出してきて、なんか退屈しないように別のものを見て、だからマルチタスクじゃないけど、本当にかっこ悪いんですけど、ドラマ見てんのに同時にインスタグラム追っかけてるみたいな感じのがあって、だからそれで1日にね8時間も使ってたんですよね。なんですけど、なんか最近それでなんか、この間私ね、ブログを自分で今まで書いてたブログを結構惰性で書いてたとこがあるんで、なんかそれをやめてノートにしようかなっていうんでノートに変えたんですよ。でね、今やってるノートの記事っていうか、その自分のページみたいなのは下のなんか詳細欄にリンクが貼ってあるんで、もしよかったら目に行ってくださるとすごい嬉しいんですけど、まあ、それを置いといて、なんかね、ノートを書き始める前ってなんかね、すっごい惰性でブログを書いて、でね、なんか他の人のブログ、そっからね、なんかランキングっていうのがあるんですよ。ブログ村のランキング。で、なんかそこをポチッと押したら、こうランキングに飛ぶわけですよ。でね、なんかね、シンプルライフとかで結構、なんか生活系のブロガーさんの記事がすごいいっぱいわーって並んでて、なんか100均で買ったものとか、ユニクロで買ったものとか、なんか高見えする何々みたいなんとか、楽天マラソンのなんか購入品のレポートみたいなのが、ダーって出てくるわけですよ。特にね、その上位のブログっていうのが、そういう記事がすごい多くて、なんかで別に自分がそれを見たくて来たわけじゃないのに、なんとなくね、高見えとか100均とかこうあるとポチッとクリックしてなんとなく見ちゃうんですよ。でその内容がまたすごい短いんですよ。なんかちょっと写真があって、なんかこうちょっとした日記みたいな感じになっとって、本当にすぐ読めるんですよね。だからそういうのをこうインスタグラムと一緒で、なんかすっごい洗濯機うるさいけどごめんなさいね、なんかすっごいそんなんをインスタと一緒で、なんかね、こうすごいアテンションスパンっていうの、脳が集中できる期間っていうのがすっごい短くなってて、なんかもうそういうのをちょっと見て、また次見て次見てみたいなんで、気付いたら何時間とか経ってるんですよね。でね、ちょっとこれではいかんと思って、なんかね、なんかそんで別にそのちょっとした記事を読んで、うわめっちゃおもろい、今度100均にこれ買いに行こうとか思ってるわけじゃないんですよ。そもそもうちの近くセリアとかも無印とかもないから、なんで自分が買いに行くわけでもないものの記事を一生懸命他の人のブログ行って遊びに行って見てんねやろうと思ったんですよね。でね、こうそう思ってた時に、ネットフリックスで今多分日本語でも見れると思うんですけれど、ソーシャルディレンマっていう英語のタイトルで、何やったっけ、なんか日本語のタイトル結構難しそうなタイトルがついとって、なんか監視社会がどうたらこうたらみたいな感じなんですけど、そのねドキュメンタリーが何についてかっていうと、もともと Twitter とか Facebook とか Pinterest とか Instagram とかこうそういう大手の会社さん Google とかに勤めてはった元社員さんがいかにソーシャルメディアっていうのはこう見る人をすごい中毒にするのかっていうどういう仕組みになっていてもっとってアテンションをこう払ってほしいなんかペイアテンション日本語が出てけへんなんかあなたの注意を引きたいがためにすごいアルゴリズムを工夫して。こうもうあなたをどんどん中毒にする仕組みになっているんですっていうことを言ってはって私はーと思ったんですよ。なんかねその社員さんが自分がその会社に働いとってアルゴリズムがこうなっててだからこう見ざるを得ないっていうの分かるなんか中毒になるんやっていうのを作ってる側が分かっているにもかかわらず家に帰ってきて小さい子供いてはって子供の相手をしてあげたいけどなんかそれこそメールがピーンって言ったりとかこう通知がピーンって言うでしょあれが来るともう見たくてしょうがなくなるんですって。でなんか子供そこにおんのになんかこうついチェックしちゃうチェックしたらもうすごい脳が喜んで次でこんで結局携帯に釘付けになってしまうんですよっていう話をしててでねその人は別にそれはあなたの意志力が弱いからじゃなくってもうそういうプログラミングになってるんですって。だからそのタバコのニコチンとかなんか麻薬のなんか常習性っていうのもうね化学物質がそういう風に出るようにデザインされてるから僕はもうずっと働いてて社員でその仕組みが分かっているにもかかわらず家帰ってきてもう今日こそは携帯はもう夜ベッドに持ち込まないようにしようとか仕事が終わったら車の中に携帯置いてこようって思っているのに見ちゃうんですよっていうことを言ってはったんですよ。だからもうそれだけなんていうか中毒性が高いんやなってでそういう風にこうプログラムされてるんですよね。でそんなにユーザーを中毒にして何が得かっていうと広告料が取れるからなんですよ。だからもうあの手この手で広告料が取りたいがためにものすごい量のデータを収集してであなたにどんどんこう脳にこう刺激を与えてもっと見てって言ってるんですよねっていう話を聞いて。でね、私怖いなと思ったのがこうビッグテックだからそういう大きい会社の重役さんって自分の子供には絶対にソーシャルメディアをさせないんですって。なんか私ビル・ゲイツが絶対に自分の子供にワクチン打たせないっていう話を聞いてうわーって思ったことあるんですけど本当にそれと一緒でもうね自分たちがそれを作って売ってるにもかかわらず自分たちの子供にはそれをさせないっていうことはもう作ってる側がいかにそれが危険でそれが人生を損なう可能性があるっていうことをもう分かった上で他の人には提供してるけどなんか自分の子供にはやらせないみたいな感じでそれってすっごい怖いなと思ったんですよね。麻薬と一緒じゃないですか。だからこう麻薬のカルテルのなんかドンとかがこう自分は麻薬ですっごいお金儲けてるけど多分子供には絶対麻薬をやらせないのと一緒だと思うんですよ。なんかちょっとトピックがすごいダークなトピックなんでこれ検閲に引っかからないといいんですけどでね私はそれでこう自分はすごいソーシャルメディア中毒っていうかもうスマホ中毒ですね。なんかねアテンションスパン自分の集中できる時間っていうのがどんどん短くなっていってでちょっとでもなんか脳に隙間ができるというか隙間時間なんか暇やなって思ったらもう無意識で手に取って見たくもないのにこう開いちゃうんですよ。それって怖いと思って。でちょっとね今年からちょっと使う回数っていうか、まあ、使う時間を頑張って減らそうっていう風に思っているんですね。でねなんかねこうとにかく無意識であると使ってしまうからなんかね今までね怖い話で私ベッドに携帯を持ち込んで寝てたんですよ。でなんか朝起きるでしょでちょっとなんか半分目覚めたかなぐらいの状態でもう無意識に携帯取ってメールチェックしてインスタチェックして自分の YouTube のコメントチェックしてでその後ニュースフィードなんかニュース見に行って株価チェックしてでまたなんかメールチェックしてっていうもうなんか気がついたらベッドの中で携帯どんだけいじってんのっていうのがあって初めてほな起きようかって言って起きるでしょ。で起きたら今度携帯じゃなくてパソコンポチッとつけてでなんかそのブログをチェックしたりとかするわけですよ。だからものすごい時間をそこに費やしてるっていうのに気がついて怖って思ってで減らそうと思って。でね、私ね、この間から、だから意図的に、インスタグラムとブログを見ないようにっていうか、どうしても見たい人っていうのは、なんか自分が大好きでフォローしてて、どうしてんのやろうって思う人だけを、こう、フィードに表示させるようにして、あとはね、ちょっと一時的になんかミュートにしたりとか、あとは本当にもうね、アプリ自体を開く時間っていうのをすっごい減らすようにしました。でね、もうノティフィケーションって言って通知が出るでしょ。こう、誰々さんが好きしましたとか、誰々さんがこういいねしましたとか、誰々さんがあなたをタグしましたみたいなノティフィケーションを、私最近ね、もう全部切ることにしたんですよ。なんかその、夫がしょっちゅうこうテキストとかメールとかしてくるから、それはちょっとわからへんかったらあれやから、こうメールとかは来たら、なんかすぐに分かるように通知はしてあるんですけど、もうそれ以外のもうブログとか、インスタグラムとか、YouTube とか、もうそういうののね、通知を全部私は切ることにしました。でね、寝る前ももう携帯を寝る30分とか1時間ぐらいにはもう見ないことにして、でもなんかこう充電して、でもその辺に置いといて、で、布団に持ち込まない。でね、寝る前はもう本を読むか、メディテーションをすることにしたんですよ。そしたらね、夜すっごいよく眠れるようになりました。なんかね、多分寝る直前まで携帯見とったら、こう、まあ、ブルーライトの影響とかもあると思うんですけど、脳がすごいやっぱ刺激を受けてて、なんかもっとって思ってるから、こう、それを見たこととか、なんかこう読んだことについてすごい考えてしまって、なんかね、心を空っぽにしてね、こう平穏な気持ちで眠りにつけないんですよ。だから代わりに本当にもう見るのをやめて、もうお布団に入って寝る前のメディテーションっていうのをすごいするようにしました。でね、今はだからもともとね、8時間ぐらいあった有精児、なんかその使用時間が、今ね、やっとね、4時間ぐらいに減ったんですよ。で、それでもまだちょっと使いすぎやなって思ってて、最終的にはこう、2時間ぐらいに減らしたいなってすごい思ってるんですよね。でね、なんかその別にみんなスマートフォンに入ってるアプリが悪いわけじゃないし、でね、スマートフォンがあってすっごい便利になった部分っていうのは私はあると思うんですよ。例えば、そのタクシー呼びたいって言ったら、本当にボタン一つですぐタクシーが来てくれるし、なんか今日の株価どれぐらいやろうと思ったら、どこにおったって株価見れるし、お天気だって見れるし、なんかその銀行の情報とかもすぐ見れるし、もう携帯があってすっごい便利になったことっていうのはすごいたくさんあるんですよね。で、自分の友達とかも普通に今まで暮らしとったら長距離電話をかけるとか、Eメールを書くとかぐらいしかできなかった人が、それこそリアルタイムで繋がれるわけじゃないですか。顔見ながら喋ったりもできるし、インスタのライブしたりとかもできるし、なんかすっごい便利なことは便利だと思うんですよね。で、そのドキュメンタリーを見た時に、その、いいねボタン、Facebook のいいねボタンを開発した人が出てて、で、その人が言ったのが印象的やったのが、こう、僕は、いいねボタンを開発した時に、世の中にもっとポジティビティ、なんかポジティブな気持ちを広げたくって、すごいそれいいねっていうのを言いたくていいねボタンを開発したよって。でも10年経って、なんかそれがそのいいねの数が足りないがために、少ないがために、なんかすごい鬱になったりとか、自己評価っていうの、自己肯定感が下がったりとかする10代の人とか、10代の人だけじゃないですよね。若い人でも、その年いった人って言うとあれですけど、私の年代の人とかでも、それこそいいねがなんかこう少ないとすごいがっかりしたりとかするのっていうのもあると思うから、あれなんですけど、そういう人たちが鬱になったりとか、そういう風になるっていう風なことは、作った側は想定してなかったっていうんですよね。で、テクノロジー、みんな口を揃えて言うんですけど、テクノロジー自体が悪いことではないと。なんかツールとして、すごくもう便利になったのは確かやし、コンピューターの処理速度もめっちゃ速い。で、人類のクオリティオブライフに貢献してることは確かやから、あとはもうどないして使っていくかっていうのは、もうユーザー次第じゃないかっていう話もあって、そうやなーって思いました。でね、テックカンパニーの方が、こう、なんていうの、もうちょっとその内容とか、こう、アルゴリズムとか、どんどんこう中毒になるような作り方をしてっていうのを、もうちょっと規制をね、した方がいいんじゃないかっていうのがあって、、それはもう私は本当にそうやなと思います。それこそね、麻薬についたりとか、なんか中毒性の高いものに対しては、これやっぱりちゃんとした法律があって、法規制があって、こういう風にこうレギュレーション、規制されるべきだっていうのが決まってるけど、デジタルのそういうコンテンツとかに関しては、まだちょっとね、ここ10年ですっごい飛躍してるから、全然ね、規制が追いついてない状態やと思うんですよね。でね、こう、そのドキュメンタリー見てて、こう、アメリカがね、アメリカに限らずどこもですよ。なんか、こう、どんどんそういうフィードで二極化していってるって言って、だから、こう何かを見るでしょ。で、自分の意見に近いものを見ると、それに関連したビデオとか記事とかがどんどん表示されるようになってるんですよね。だからそれでどんどんこっちの意見に寄っていく人と、こっちの意見に寄っていく人で、どんどん分断されていくんやっていうのを言ってて、私は、あーほんまやーって思いました。なんかね、ネットの百科事典のウィキペディアってあれじゃないですか。ウィキペディアはね、私が開いても、あなたが開いても、他の誰かが開いても、表示される内容ってね、全く一緒なんですよ。でもね、Facebook とか、YouTube とか、Instagram とか、TikTok とか、そういうのって、私が開いた時のフィードと、あなたが開いた時のフィードが全然違うんですよ。だから、こう、そのユーザーの好みとか、こういうのが好きなんやとか、意見とか、そういうのに対して、もう出てくる広告も違うし、おすすめされるコンテンツも違う。だから、それはすっごい便利なことではあるんですけど、逆にちょっとなんか怖いなっていうのは、やっぱりなんとなくですけど知っといた方がいいんじゃないかなって私はそのドキュメンタリーを見て思いました。なんかね、正直私もすっごい中毒になりやすいタイプで、例えばね、私結構一時期キャンディークラッシュ、携帯ゲームのキャンディークラッシュにハマったことがあるんですよ。でね、あれね、脳が喜ぶんですよね、こうクリアすると。だからね、こうずっと何時間もやってたんですけど、ある日、夫がじゃあもう僕も寝るからねって言って、うん、またねって言って、で、はって気づいたら、夜中2時とかでずーっとポチポチキャンディークラッシュやってて、ある日、私何やってんねやろと思ったんですよね。で、なんかだからこうゲームのアプリ全部消して、だから一日にね、その時は多分ね、何時間ゲームやってたやろっていうぐらいゲームやってて、で、まあそれはちょっと怖いなと思うのが、本当にハマってしまって課金したりとか、課金しなくても、もうずーっと一日のうちにゲームをしてて、なんかね、だんだん脳が退化していってるような感じが私はするんですよね。でね、そのゲーム自体は結構楽しいし、それこそね、1日に、だから僕はもう30分だけ時間を決めてやるっていうんだったら、それはそれでもエンターテインメントとしてすごいいいと思うんですよ。あとね、例えば、こう、携帯の LINE とかで、今私、アメリカに住んでて、夫は今単身赴任で韓国にいるけど、こう、話せたりとかするじゃないですか。で、こうその夫にこうメールを送ったりとか、こう、LINE 電話で喋ったりとかっていう時の、なんていうか使用時間も普通に30分とか1時間とかカウントされるし、だからそこをね、ゼロにしようとは私は思ってないんですよ。で、あと、なんか YouTube 大学、なんか中田さん、オリラジの中田さんの YouTube 大学とか、結構コンテンツが長いから、普通に見とったら、それで45分とかあるじゃないですか。だからそれで、まあ使用時間が普通に1時間とかになるのも、まあなんかわかるから、ただ自分の中で、なんていうの、こう、意識しないで、なんかもう無意識にこう、スクロールしてて別に見たいわけでもないのに、なんとなーく見とって、気がついたら1時間消えてたみたいなのも、私は今年はすっごい減らしたいなーって思っています。皆さんはどうですか？なんかそういうアプリとかってありますか？でもね、私ね、なんとなくダラダラ見るのをやめたら、なんか、例えば、ノートってね、文章をすごい長く書くウェブサイトっていうかなんかそのブログみたいな感じで投稿できるんですけど、ノートに投稿されてる、それこそ2000文字とか、そういう長い文章を読んだりとかですね、あと自分がいろいろ考えて本読んだりとか、ポッドキャスト聞いたりとか、なんかそういうのを聞いたりとか見たりとかして、インプットして自分が思ったことっていうのを、それこそ2000文字とかでアウトプットする時間ができたんですよ。だからノートってね、広告が出ないんですよね。だから真っ白なその書く投稿画面を見て、と思って、そこで1時間ぐらいポチポチと、こう何か思ったことを書くわけですよ。で、それがすっごい楽しいんですよね。だから、こう他のことをやめたことによって、自分ができるようになって、すごい自分がやってて楽しいことができるっていう風に時間ができるようになったから、だからもし皆さんも、なんか私すっごいやりたいことがあるのに時間がないねんっていう人が、もしいたら、もしかしたらあなたの時間をこうパクパク食べてるのは、その、なんとなく無意識に使ってるソーシャルメディアの時間かもしれないですよっていうのを今日はちょっとシェアしたいなと思いました。なんかね、長くなってきたんで今日はこの辺にしようかなと思うんですけど、そしてその間ずっと洗濯機が後ろで回ってて本当にうるさくてごめんなさいって感じなんですけどね。はい。まあそんな感じで今日のビデオはですね、私がまあ最近ちょっとソーシャルメディアに対して思うことっていうのをシェアさせてもらいました。もしなんか意見とかありましたらぜひコメント欄でお寄せいただけると嬉しいです。はい。じゃあまた、皆さんまた明日のビデオでお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。